皆さんこんにちは、ピアニストの小泉隆です。どうも。今日は久々に一人での動画を撮ってみました。今までいろいろ音楽の話を太田優斗としてきたんですけれども、まあ今回も引き続き音楽の話にはなります。そして今回の議題なんですけれども、自称プロが多すぎる。歌手、プロの歌手というのに対して話をしていきたいなと思います。多いんですよ、自称プロが。音楽ってスポーツとかみたいにライセンスがあったりとか、お医者さんとか弁護士みたいに国家試験に合格しなきゃいけないとかいうものってないわけじゃない。だから自分が、もしくはその周りがプロだっていうふうに認識をしてしまったら、そのプロだってなってしまうのが現状だと思うんですけれども、自分の認識の中でプロの歌手だと思い込んでるやつらがあまりにも多すぎる。この間、まあたまたま同じ話題をこう仕事が終わった後に歌手の方としてて、私自身もずっとそういうふうに思ってきた部分もあるので、今回、この動画を作ってみようかなと思いました。どこからがプロなのよっていう話になったら、それはそれでまた難しいとは思うんですけれども、歌ってすごく生活に密着してる部分があるじゃん。こうカラオケに皆さん行くだろうし、お風呂の中やこうなんかしてる時に鼻歌を歌うこともあるだろうし、スポーツほどハードでもないので、ご年齢いってから趣味としてお稽古を始められたりする方も多いんですよね。で、そのご年齢をいってからお稽古を始めた方々が、いつの間にかそのライブハウスに出るようになってしまって、で自分たちをプロの位置づけと勘違いをしてしまってる人があまりにも多いような感じがします。でプロとしての実力であったり実績っていうのがあれば話が別なんでしょうけど、そうでもなく趣味で歌を始めて、その結果、発表会であったりとか、お師匠さんの前座をやらせてもらうのに出演させてもらって、その時たまたまお客さんをいっぱい呼ぶことができたから、自分もプロの仲間入りなんだって思い込んでる浅はかな人が多いのかなというのを感じる今日この頃ですね。そもそも音楽で身を立てる、で音楽を仕事にするっていうのがそんなに簡単なわけであるはずもないし、歌が上手いからとか下手だからとか、そういうことでプロアマが決まるわけでもないとは思うんですよね。だって現に歌唱力がずば抜けてなくても、何万人というお客さんを呼べたら、それは一つのエンターテインメント、ショービジネスとして成り立つわけですから、それはそれで全然ありだとは思うんですよ。だけれども何の実績もなく、ちょこちょこっと何度かライブハウスに出たことがある、もしくは何ヶ月に1回ライブハウスに出る、もしくは年に1回とか数年に1回ソロコンサートをする中で、はい私もプロの歌手なんですっていう風に言われてしまうと、我々プロのミュージシャンがしてる仕事がすごくなんかバカにされてるような、なんか甘く見られてるような気がするよねっていう話を、それこそこの間歌い手の方としてたんですよね。お客さんを呼べるからプロではないわけですよ。それこそ結婚式と一緒で、これをやりますってなった時に、多分集まってくださる人たちっているでしょ、何人かは。でそれでたかだか、じゃあ10名20名30名、下手したら100名200名なのかもしれないですけれども、それを集めることができたから私はプロの歌手ですっていうのはちょっとおかしいと思うよね私だけ？いや多分思うと思う。たかだか何人かお客さんを呼びました、それ呼べば来るだろうよ。だって友達いるんだから、みんな友達ゼロじゃないじゃない、家族だっているわけだし、身内が何人かお客さんで来てて、でそれでギャラをもらって帰って、はいプロですって言える、そのアホさ加減は理解ができない。でもそういうふうに思ってる人がいるわけですよ。一つの例を出すとすればね、定年退職をしました、そしてこれからの人生はプロの歌手として生きていくと決めましたみたいなことをもう堂々と明言してるわけですよって、もうこっちからするとはって感じで、そんな簡単になれるわけがないし、じゃあそこに行くのに、今現状プロで同じ年齢で活躍してらっしゃるベテランの方々っていうのは、どれだけの道を通ってきてそこに行き着いたのかっていうことも分かってんのかなって。でその舐めたこと言うなよっていうのがちょっともう正直な
気持ちですよね。それでプロっていうのはね、それだけの実績とそれだけの実力を持ってるからプロっていうのであって、趣味の延長だったものが突如として自分もプロの仲間入りできるっていう風に軽く捉えられすぎなんではないかなと思います。プロになるにあたって最低限通っていかなければいけない道であるとか訓練であるとかっていうのは必要なわけですよ。一生懸命築き上げてきたその実績であったりとか訓練してきたことの結晶で音楽家の人たちっていうのは今があるわけだから、そこに土足で踏み込まないでほしいですよね。趣味と理解をしてお金を払ってやるんだったらいいけれども、自分もプロの歌手なんでとか、もう名刺まで作っちゃって人に渡せるのが私には理解ができないなという思いが募り募ってこの動画を作ってみたんですけれども、皆さんどうなんですかね。思うこととか感じることとかあれば、こういうふうに思いますとかいうことを言ってほしいなと思うんですけれども。